キジがいる。粉元チャンネル。はい、こんにちは。粉元チャンネルの粉吉です。今日はですね、この赤いハンターカブに乗って、一般道を70キロで、暴走をして、成田からタイに向かって走ります。そして幻の林道を探し、最後に250円のラーメンを食べて帰るというプランになります。またね、ほとんどね、下調べしてないので、どこまで、できるか分かりませんけども、一応ね、朝の予定のプランが、このプランになります。おい、70キロ出すってスピード違反じゃね。あ、実はね、この464号線今走ってる道路なんですけども、原付き2種でも走れて、最高速度が70キロ指定なんですね。いろいろね調べたら、70キロで走っても原付き2種でも OK ということなので、70キロで爆走しているというわけですね。ところで、タイって太陽国のことか。あ、タイね、タイなんですけど、このね、ハンターカブの生産国がタイということなので、タイに行こうと思ってるんですけど。成田から飛行機に乗るのか。あー、なるほどね。そうなんですよ。実際はね、タイには行かなくて、成田の近くにワット・パクナム寺院だったかな、そちらの方があるということで、タイの、ね、寺院なんですけども、そちらがね、素晴らしい、寺院なので、そちらに行こうと思ってます。紛らわしいぞ。あー、分かりづらくすいませんね。幻の林道とは。幻の林道はですね、一応 Google マップに全くなかったんですね。なので、ちょっと行ってみるまであるかどうか分かりませんが、ちょっと場所の方は大体の目星をつけてきたんで、そちらに行こうと思ってます。250円のラーメンってめちゃ安くない？ラーメンね、これもね、ちょっと行ったことがないんで、果たして食べられるかどうか分からないんですけど、何年か、1年ぐらい前かな、 Yahoo ニュースでね、取り上げられていて、インザイにある250円でね、ラーメンが食べられる好みっていうところに行こうと思ってます。はい、というわけでね、ハンターカブで今ここまで来たんですけど、いや、なかなかね、面白い、バイクですね。カブに乗るのは私は30年ぶりぐらいになるんですけど、まあ、その頃はね、50のカブだったんですけどね、だいぶね進化してて、ギアが多分今4速、ロータリー式ということなんですけど、私が乗った頃のカブの場合、4速からね、ニュートラルにね、走行中もできたんですよね。で、これね、走行中タイヤが回ってる時はね、ニュートラルにできないっていう風にね、なっていて、さすが進化してるんだなって思いました。これやっぱね、ギアがついてるとね、楽しいですよね。これね、 ADV150 と同等ぐらいなのかな、シートだかよくわからないんですけど、確かね、80センチぐらいだったと思ったんですけど、結構ね、足つき性が悪くて、ちょっと最初戸惑いましたね。実際の重量自体はそんなに変わんないんですけど、やっぱり軽さを感じますよね、 ADV に比べてね。エンストしないからね、最初ね、左側に、まあ、ブレーキレバーもクラッチレバーもなくて、ちょっとね、戸惑いましたけど、まあ、すぐ慣れますが、ね、最初びっくりしますよね。あとね、このね、丸いミラーがね、なかなか、見やすくていいかなと思ってます。これのちっちゃいミラーなんだけど、意外とこう、ね、後ろの方よく見えますね。で、パワー感はですね、やはり125ということもあって、それほど高くは感じないんですけど、十分流れをリードするだけの、瞬発力はあります。まあ、最高速はちょっとわからないですけど、90キロぐらいは行きそうな勢いですよね。私もね、30万年前の話なんで、今とは随分違うんですけど、この、シーソー式のね、ギアペダルなんですが、もっと小さかったような気がするんですけど、まあ、こんなもんなのかな。シフトアップした後にシフトダウンするのに、ちょっと足をね、ちょっとずらしてかかとでシフトダウンしたり、つま先の方に持ってってシフトアップするような、操作が必要ですね。
まあ、私ねこれね、しばらくぶりに乗るんでね、ギアのシフト間違えちゃうんじゃないかと思ったんですけど、今のところはね意外と間違えないで済みましたね。まあいずれにしろあれですね、スピードを出して、楽しむようなバイクではないので、まあ割かし高いギアを使ってね、トコ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 走っていくのが、いいんじゃないかなと思います。でタイヤの方もね、かなりねブロックタイヤっぽいタイヤを積んでるので、結構林道の方も走破性は高いかなとは思うんですが、まあ、やっぱり若干ね、車高が低いので、本格的なオフロード走行っていうのはやはり ADV と同じような感じで、ちょっと避けた方がいいのかなと思いますが、まあ、ADV に比べて横幅がスリムなので、まあ、実際 ADV よりは走破性が高いかなと思われます。そしてね、エンジンのアンダーカバーがついていたりとか、意外とね装備も充実してるんですよね。 ABS がついていたりとか、ディスクブレーキだったりとか、満足感は高いバイクじゃないかなと思います。ただちょっと高いですよね、値段が44万でしたっけ。まあそこら辺はねちょっと微妙だなと、まあ、装備のことを考えれば妥当な値段なのかもしれないですけど、もう少しね、値段が安いと訴求力があるんじゃないかなと思います。最初からこう敬遠しちゃってる方もいらっしゃるんじゃないかなと。40万切ったぐらいの値段がいいんじゃないですかね。39万8千とかね。まあそういった感じではね、クロスカブ CC110 か、あれなんかはね意外といいんじゃないかなと思います。まあ装備的にはね落ちるとは思うんですけど、でもあれですよね、昔ながらの株に近いんじゃないかななんて思ったりもしてます。いやこのミッションいいわ。うん、こうシフトダウンするときにブリーピングするとね、ショックが少なくて、なんか結構スポーツバイク乗ってる感じにもなりますよね。これで5速とか6速あったらすごい面白いでしょうね。今度出るのかな。いやこのギア ADV につけてほしいな。もうすぐあと6分ぐらいで着くんですけど、国道51号線からですね、まあ、いや吉岡十字路っていうところを左に曲がって、これはね成田夢牧場の行くルートと同じような感じのルートなんで分かりやすいかと思います。セブンイレブンがありますね。はい、ここ曲がります。はい、県道79号線ですね。信号とかないところですね。ここに、デコラインとか日光フーズとか渡辺フーズとかそういったところに、ありましたね、ワットバクナム日本別院っていうものかな、入り口って書いてありました。ああよかったよかった。あれか、もうすでにもう色使いで分かってしまうという。おお、あれはすごい、すげえ豪華って感じがしますね。ここを右ですね。なんかあれですね、あ、ここ。すごいな、これ。ゾウがいる。ここら辺に写真撮るか、一回。正面から入ると普通の建物なんですけど、もうね、先ほどから会う人みんな日本語ではないです。まあおそらくタイの人なんでしょうね。ここまでタイ感があるとは思わなかったですね。ちょっとね、日本の寺院とは違うんで、どうお参りしていいんだかちょっと戸惑ってはいるんですけど、ここは
何か育ててるみたいですね。すべてにわたって派手です。奥行ってみましょう。ここもさ、いろいろ書いてあるんだけどさ、日本語ないんだよね。なんかの木なんでしょうね、きっと。日本にありながら完全にタイを表現してる感じがしますね。こうやってね、日本語で書いてあるといいですね。あー、なんかいろいろちゃんとあるんだね。タイマッサージとかあるし、出張サービスもあるぜみたいな。ね、もう日本語じゃないんだよね。ということでね、一番立派な建物の方に行きましょう。こっちの右側の方から仏像があるので行ってみましょう。ここもあれですね、日本と同じようにお賽銭箱があるんで、お賽銭入れてみましょう。そしてこちらに行くとまた何やらあるんですけど、まあ、とにかく日本語がないんで、何かしらのあれですよね、狛犬的な感じなのかな。椅子と金色の椅子があって、これは何でしょうね。なんかあるんですけど、この金の椅子とかも座っていいのかちょっと微妙なんで、避けます。ここは何でしょうね。ちょっとよくわかりません。無造作にね、置いてあるところだなと見えませんか。なんかね、おしゃれな感じの、伝統があります。はい、これがその一番シンボル的な建物になります。すごい立派ですね。象とライオンがありまして、丸いものがあるんですよ。無造作にペットボトルが置いてあったりするんですけど、あれはお供え物なのかな。こちらが象で、こちらがライオンですね。ここから靴を脱いでお上がりくださいって書いてあるんですよね。土足厳禁ということですね。靴脱ぎます。入れんのかな。ウェルカムって書いてある。しかもなんか普通のやつ。なんか入れるんですね。すごい。ふかふかだ。すごいのが貸し切り。しかもこの時期にストーブがある。とりあえず一周してみましょう。
てですね、まあ日本でいうと日本庭園みたいな感じなのかな。ちょっと空き缶が浮いてるところが何とも言えないんだけど、もうすでにここも、あ、でもソーラーパネルがあったりもする。すごいな、さすがに水辺なので蚊がいっぱいいますね。あ、でも鯉が泳いでますね。はい、それでは行きましょう。最後にハンターカブの総括ですが、今回レンタルしてハンターカブで走りを十分楽しみました。その最中にはあまり気づかなかったんですが、レンタルが終わって自分の ADV150 に乗った時に分かったことがあります。それは今まで不満に思っていなかった走行性能が、全てだるく感じてしまったことです。例えて言うなら、タイヤの空気圧が極端に低い状態で乗ってるかのような、重い荷物を乗せて走ってるかのような、極端に言うと乗用車からトラックに乗り換えたような感じです。主に駆動系の問題だと思いますが、やはりギア付きのダイレクト感は気持ちいいですね。絶対的な加速性能は ADV150 ですが、楽しめる気持ちよさが急須な感じがします。まあすぐ慣れましたけど。あと燃費ですが、もともとタンクいっぱいまで満タンになっていなかったので正確ではないですが、150キロ走って 2.6 リットルという驚異的なものでした。お借りしているバイクなのですり抜けもせず、土曜の渋滞の中特に小燃費走行をしたわけでもなくです。これは素晴らしいですね。あとマフラーや吸気管が車体の上の方に設置されているのが見た目的にも良いですね。試すことはできませんけれど、ある程度の水深の水たまりなら難なく走れてしまうんじゃないかなと思いました。気になった点もあります。それは乗り心地です。これは後から知ったんですが、シートにゲルサブが内蔵してありました。そのためかシート自体がぐにゃぐにゃした感じでありながら硬い乗り心地となってました。バイク屋さん曰くシートがとても硬いのでケツが痛くなるそうです。クロスカブのシートの方が良いと言ってましたね。またスクーターと違って座面も大きくないので、ポジション的自由度は微妙でした。あとはそうだね、シート高がすごく高いわけでもないのに足つき性が悪かったことが挙げられます。身長の低い方は少し厳しいかもしれません。まあこれもね、ゲルサブが仕込んであったせいかもしれません。まあこのような点は、些細な欠点です。林道の走破性は ADV150 より安心感はあるし、クロスカブは本当によくできたトレッキングバイクと言えると思います。次の動画は明日5月2日、地図に載っていない幻の林道は本当にあるかになります。ご視聴ありがとうございました。